唇の色やばい、顔色悪いみたい。こんばんは。うん、めっちゃメイクしてるよ今日は。今日は全然メイクしてる、バッチリメイク。やっほー、この時間は久しぶりだ。まあいい時間ですかね。今日って何曜日？木曜日かな、木曜日くらい。平日ですな。前髪を本当にこの前切ったばっかりだけど、もういい感じに伸びてきた。ちょっと切りたいな、5ミリ切りたい。1センチ切ったら多分短いから5ミリくらい切りたい気分です。前髪伸びるの早い。今日バリアツだったね。バリアツだったね。暑かった、めっちゃ暑かったですよ。なんか暑かった。日差しがすごかった。日傘さして歩いてもさ、あんなに暑かったのにさ、もう痛いレベル強すぎて、日傘はさずに歩けないわって思いました。超暑かった。しかも私めっちゃ汗かきやすい、代謝いいからさ、めっちゃ汗かいちゃう。超暑い。まあ汗をかくことはいいことですけどもね。あ、もうめっちゃ焼ける日差しだと思った。日焼け止め塗って日が差して歩いてたけど、いや確かにめっちゃ暑かった。本当に体調に気をつけてくださいね。うん、すごい、6月でしょまだ。怖いね、8月とか溶けちゃうよ。さすがの私もめっちゃ水分取ってます。でも本当に食欲がなくなっちゃって最近。うわ、電波悪そう。電波悪そう。調子悪い。飲む日焼け止め飲んだことない。なんか効果あるっていう人もいれば効果ないっていう人もいるし、まあ今そんな焼けてないし大丈夫かなと思って飲んだことない。画質大丈夫、途切れてないかな、途切れてますか。ご飯ほんとだ、マジで今1日1食、多くて2食です。全然ご飯が食べれない。すごい、一番食欲そんななくなること今までなかったけど、めっちゃやられてる夏バテ。こんなに
食欲がないみたいな、全然ダイエットなんかしてないです普通にご飯食べたいって思ってるけど食べれない。あ、そういえばインスタのインスタのアイコン変えましたよ、新しいのに。アイコンプロフィール写真やっと変えました気づいた？気づいたかな？しれっと変えてました、お昼頃、夕方頃しれっと。すごいね、色鮮やかになりました、急に多分慣れるまでは、おーって最初はちょっと慣れないかと思いますけど。そう、フォーチュンクッキーの衣装のやつ、イエーイ口癖、イエーイ。ルームがカレンちゃんに服選んでほしいって言ってたね。本当？言ってます、選びたいっても言ってる、選びたいんですよ、ルームの洋服。この前一緒にお洋服見に行ってね、まあ、その日は結局買わなかったけど、何もお互い。ルンバね、でもルンバ最近服装ちょっと変わったじゃない、大人っぽい感じに。じゃあ、いや、もうすごいスタイルいいから、足がね、足をもっと出してほしいんですよ足を細いから、カリッカリだからね、あの方本当。だからね、あとはね、レッスン着をね、まあ本人も言ってたけど、レッスン着をね、もっとね、なんか韓国アイドルっぽいね、おしゃれなレッスン着を着てたし、いつもジャージなんでルンバいつもジャージに、ジャージのパンツに T シャツなんで。ルンバは足がめっちゃ長いんですよ、足長い骨格、身長に対して足の長さの割合がめっちゃ長いんですよ。だからね、ほんと足がめちゃめちゃ出る服を着てほしいって言ってる。レッスン着とかももっとね、もなんかもっとおし、なんかそう、おしゃれなやつをね着てほしいから一緒に買いに行こうって言ってるんですよ。ルンちゃんめっちゃ痩せたよね、すごい尊敬します。めっちゃストイックな方だなって思いますね、すごい真面目人間、超絶真面目人間。シャカシャカなるやつ、自分で選べ、いやでも選んであげた。でももうめっちゃお嬢様だから、お嬢様ファッションが似合う、洋服もお嬢様いろんな服、そうですね、一緒にまたショッピング行きたい、ハッツも連れて連れて、最近ね TikTok アカウントをねとっても作りたくてね、作りたいなと思ってるんですよ。なんか5、6年前に一回 TikTok をメンバーが一斉に始めたタイミングで作ったんですよ、アカウントを。だけどその後しばらく使ってなくて、でもうログインできなくなっちゃって、一応アカウントはあるんですよ、調べたら出てくるけど、多分
けど、もうあれ復活できなくなっちゃって、どう頑張っても。だからちょっと新しく作りたいんですよね。ああ夢見るのね。そうアカウントを作ろうって最初言ってたけど、結局ね、結局無理そうで、それは諦めたいよね。でもまあそうアカウント作りたいんですよね。でも言えば作ってもらえるのかなと思うけど、作りたいですって。でもなんか始めたら始めたでちゃんと投稿しないといけないじゃないですか。それができるか始めたとて飽きたりしないかとかね、ちょっと始めるにも勇気がいりますよな。あのね、もう AKB のダンス踊りまくりアカウントを作りたいんですよ。いっぱい踊って動画を上げたい。もうそんなね、いろんな、まあでも TikTok で一回バズったらすごいじゃないですか。めっちゃ拡散力今一番強いじゃないですか。まあでもすごくそこまでは望んでないけど何踊りをそうそうや作ろうからだから悩み中です悩み中。作りたいなって思ってるなって、うん、うわこの曲も踊りたい、この曲も踊りたいってめっちゃなるんだよ。 AKB のダンスもいっぱい踊りたい。楽曲あれ公開されてるやつだけでも全部踊ってみたい。何曲ぐらいされてるんだろう。いいよね、本当に眠れなくて、うん、4時とか5時前とかに寝る生活が続いてて、もうそれに体が完全に慣れちゃって、それより前に眠れなくなっちゃいました最悪の。どうしたらいいんだろう。最近の悩み、4時とか5時にしか寝れなくなっちゃった。体がもう慣れちゃって、それが最近の悩み。イエイ。昨日の夢めっちゃ覚えててっていうか昨日はね、なんかわかんないんだけど、もう誰だったか、誰かと3人くらいでね、あのリフト、この座ってさ、椅子みたいなの座ってさ、ヒューって登っていくやつ、リフトみたいなのに誰か2人と3人で乗ってたんだけど、まあ、最初は、まあ、それね、普通のよくあるくらいのリフト乗ってたんだけど、急にもう意味わかんないくらいの高さになって、リフトの高さがどんどん上ってて、やばい、これは落ちたらもう死とかのレベルじゃないみたいな、もうスカイダイビングみたいな高さになって、イエーって叫んでて、でもリフトだから
あのね、本当に捕まってるだけでベルトとか何にもしてないのよ。しかもめっちゃ高いから風がビュンビュンでビャーンってなるから、もう落ちかけて、え、やばいみたいな、死ぬってやばくってさ、もうね、体も半分落ちかけてて、頑張ってこうやって捕まっててさ、あ、もう終わるわ私の人生、さようならと思って、でもなんとかなんとか持ちこたえて、私のこの全身の筋力で支えてすごい、今でもあの怖さを覚えてる。で、到着地に無事着いて助かったっていう夢でした。怖かった、あんなにスリリングな夢はちょっとやめてほしいなと思いました。寝てる時ぐらい休ませてくれよと思います。すっごい怖かった、朝安心感やばかったですよ。あ、夢だったと思って、怖かった。あれで落ちてたらどうなったんだろう。でね、それで調べたんだよ、夢占いみたいな、なんかマンネリ不安みたいな感じでした。調べたリフトなんかよく分かんなかった、不安なことがあるみたいな感じでした、ね、現実でなんか心配事があるのかもしれない、ちょっとそれが影響出ちゃったかもしれない、あんまり心当たりが分かんないけど、うん、生きててよかった車出かけから落ちた時、懐かしい、もう数年前の話、割とスリリングな夢見がちですね。アイスのミルク知ってるっけ？知ってる。あのね、本当に AKB に入って8に入ってミルクックと知っとるけは東京にないんだって知りました。当たり前にちっちゃい頃からさ食べてたから知っとるけ、知っとるけ。 CM の歌もあるんですよ、こんなアイスを知っとるけ。エアコンぶっ壊れた？1週間後にしか届かん。やっばいね。それやばいね。きつ。やばい。アイス最近食べてない。九州のね、地元アイスみたいな感じです。なんだっけ。ミルクックと。え、知っとるけ、同じとこだっけ。ミルクックはさ、ブラックモンブランとかと同じとこで、あとなんだっけ、あの知っとるけと、知っとるけと、もう一個ねめっちゃ美味しいアイスがあるんだよ。知っとるけとね、なんかね、うわー思い出せない、知っとるけど、もう一個ねめっちゃ美味しいアイスがあるの。そう、コンビニとか駄菓子屋さんとかねありますよね。ブラックモンブランは結構今いろんなところに、まあ、いろんなところ東京にも、あー、トラキチ君も美味しい、あ、おごりますおごりますうわ、それそれ、全然出てこなかった、おごりまーせおごりまーせ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 っていう CM の歌があります。それが好きすぎて、小学生の頃なんかね、朝のなんかねアニメとかのあの時間帯に
流れてたんですよ。その CM の歌が好きすぎてひたすら弟と一緒に練習してましたローカル CM。 そうです、もう今全然見ないけどね。わかんない、そのなんか土曜日の朝のアニメとかの間で見てた。今も流れてるのかな。アイス美味しい、ぜひ見つけたら、九州で見つけたら買ってみてください。練習してた、テンション上がって。あれ何味なんだろう。おごりますせはチョコなんかね。いや、なんともうわ、わかんない、説明しがたい。しっとるっけはさっぱり系、おごりますせは濃厚系難しい、食べてみないとあれはわかんない。めちゃくちゃ美味しいです。安いし当たり付き。高菜できたよ。うん、ぜひぜひ福岡行ったら売ってると思うから、うん、チカッパの時確かにお当地アイスぜひ、うん、マンハッタン確かに、あれもう東京に売ってないよって本当にここ数年で知りました。マンハッタンぜひ買ってみて。今日は外羽になってる、結んでたから。最近シャンプーリンスを変えてめっちゃ髪の毛がサラサラになりました。香りもとってもいい香りと思ったけど、すっごいサラサラになった、髪質も。おい、イエーイ、ウレピー、AKB グループ吉田さん、え、多いですか？吉田さん多いんだ。 AKB には吉田カレンだけです。吉田さんは唯一の吉田さん、イエーイカレンさんも唯一です。唯一、吉田さんもカレンさんも AKB の吉田さんイエイ。
かりんさんがいるときはね、コンサートの立ち位置とかね、どうだったっけ、吉田かまで書かれてたかな。今吉田、あでもそうです、 AKB の時とかも言う、確かに唯一の吉田さんです。九州吉田さん多い、え吉田さんって全国多くない？めっちゃ多いよね、とても上位の吉田さん。吉田さんとかどこにでもいる、全然どこにでもいる。歩いてたらその辺にいそうな名字でも言ってそん、でも私もそんなに会ったことないかも。すごい多そうだけど何気にあんまり会ったことないかも。まあ、でも AKB は珍しい名字の方が多いですよね。 AKB っていうか8 8、でも全国から集めたらそうなるのかね。佐藤さん、高橋さんに次ぐぐらいじゃない、吉田さん。全然多い。私は一生宇多田に会わないと思う、宇多田さんに宇多田さんって見たことある？まあさ、蔵王さんとか仰天さんも会ったことないけどさ、でもさ、やっぱりさ、その地方に行ったら仰天さんとか多いとか言ってたじゃん。あ、下尾さんは、でも下尾さんって呼ばないけどいたりするかも、割と珍しいけどね。宇多田さんに一生会わない気がする。めっちゃいいよね、可愛い名字。いや吉田さんも素敵よ吉田さんも素敵、書きやすい、画数少なく、少なくはないかな、すごい楽楽か、いや素敵な名字、吉田。言いにくいけどね、吉田、吉田、吉田カレン、吉田、吉田って地味に言いづらい。ああ、確かに。めちゃめちゃ自分の名前気に入ってますめちゃめちゃ自分の吉田カレンって名前気に入ってます、最高に。あ、出席番号はめっちゃ後ろですね、吉田だから。それこそ中学生の時はあれですよ、卒業証書をもらうの一番最後でした。うん、吉田かね、ただニックネームをはつけづらい名前ですねニックネームとかあるのって言われてもないんですよね、本当に。人生でニックネームとかがさ、つけられたことが本当なんだね。
カレンってニックネームにしようがないよね、あんまり。だからカレンって呼ばれます。いいよねでもニックネームも憧れる。なんだろう、なんだろう、ハッツみたいな。ハッツもすごいさ、最初に来たハッツって感じだったけど、なんだろう、いやいいよね。吉田カレンはニックネームつけづらい名前です。レンレン、確かにレンレンって呼ばれそうだけど、あんまり呼ばれたことないですね。本当に吉カレぐらい、吉カレぐらい吉カレ、吉カレも吉カレも最初何吉カレって感じだったけど、でも結構意外と呼ばれ続けると慣れるもんなんですかね。吉カレ、吉カレぐらいですね。吉田って言いたくなる。吉ハッツが吉田って言います。ハッツは仲が良くなると名字で呼ぶらしい。だからちょっと前にハツがさ、私たちと喋っててカレンちゃんって呼んでるの今すっごい違和感でしたもん。カレンちゃんって呼んでるみたい。ミッサーはカレン、ミッサーはカレンって呼ぶようになりました。ほんとちょっと前までカレンちゃんって言ってたけど、今それで覚えてもすっごい違和感がある。レンちゃん確かに呼ばれたことないカレン、カレンと呼ばれ続けた人間です。カレンとしか呼ばれたことがないなんと呼ばれても嬉しいでございます。そう、妹にもカレンって呼ばれます。妹にも弟にもみんなにカレンって呼ばれます。いい名前。でもカレンと呼びたくなるよね、カレンはわかる。私じゃなかったとしてもカレンって呼んじゃうと思う。カレンって呼びたくなる名前、カレンね。吉田はハッツとミッサーって言ってます。ハッツがハッツ、ミッサー、ミッサーはミッサー、ミッサーはミッサーでしかないな。確かに海外行ってもカレンって通じやすいね。カレン、カレンすぐ分かってくれそう。いいね、確かにいらっしゃるから、おカレンってなりそう。ええな。うん、いいね。ありがとういや、私の今の髪の長さめちゃくちゃいい長さじゃないですか。超急ですけど、この肩につくかつかないか。でも伸ばしたらまあつくくらいか。伸びたな、めっちゃ伸びたな、こんなに伸びた。1月の最後に切って4ヶ月、4、5ヶ月で伸びた、伸びただね。めっちゃいい長さ、色も超いい、ありがとうめっちゃいい、素敵な髪型。結ぼうと思えば結べる長さだし、なんか髪少なく見える。なんでだろう。
すごい全体的に軽く見えるね、長さと色と相まって最高の髪型かもしれない。今私が一番盛れる髪型かもしれない。髪色と髪の髪型、いえ、よかった、染めて大正解。8時半になったら配信終わります。あと20分、じゃあ皆さんが最近食べて美味しかったものは何ですか？吉田の食欲を、白熊アイス美味しいよね。ずっと食べてない、食べたい。かき氷食べたい、かき氷。キンキンに冷えたスイカキンキンに冷えたスイカ最高じゃん。いいね、確かにフルーツ食べたいな。スイカ、肉、いきなりステーキ、わあいいわ。なんかいきなりステーキ最近食べてないな。一時すっごいメンバーと一緒に食べに行ってたけど。ラーメン、あー袋のかき氷ね、あれいいよね。立花うどんのしめじ天うどん、しめじ天うどん初めて聞いた。いいな、うどんいいね。なんかさっぱりするうどん食べたいな。そばかうどんか、とろろそばみたいなさっぱり系、夏にぴったり。3センチくらいの厚さのカツ丼めっちゃいい。カツ丼食べたい、カツ丼。ビワ、ビワ美味しいよね。なんかビワ最近食べることなくなったけど、ビワって美味しいよね。大好きです。あんま食べないけどいいね。夏のフルーツ食べたいな。夏のフルーツといえばケバブライス、よき。ケバブは美味しいのよ結局。暑いとカレー食べたくなる、逆にね、逆にね。わかる。でも私も最近めっちゃカレー食べたい欲ある。ママの作ったカレーが食べたい。もうかママの作ったカレーが食べたいです私は。いいね、カレー食べたいな。マンゴー、うーん、マックの新商品の明太子照り焼き、明太子照り焼き、そんなのが出ているんですか。食べたい。ただ最近の私の食欲で食べきれなさそう。4分の1くらいのサイズだったら、でもめっちゃ食べたいなそれ。マジ絶対美味しいじゃん。食べたい、食べる、絶対食べる。いつまであるんだろう。今カレー食べてる、いいなー、ください。ココイチのカレー食べたことない。うん、あ、私のひいおばあちゃんがねよくね作る
る。カツカレーも食べたいですね。もう私の弟がそのひいおばあちゃんが作るカツカレーが大好物で、ひいおばあちゃんのお家に遊び行くたんびに作ってくれてたんですけど、それも食べたいな。今すごく思い出して懐かしい気持ちになりました。あ、吉田家母の直伝カレーは吉田家のカレーは普通のカレーです。人参、なんだ、人参、玉ねぎは入ってる時と入ってない時がある。私が嫌いなんで。じゃがいも、肉、あとなんだっけカレーって、普通のカレー。あ、私辛いカレーも大丈夫ですよ。美味しい。あ、この前そういえばでもお話し会の時にケータリングでカレーをいただいて、それもすっごい美味しかった。ちょっとピリ辛だったんだけど、でもそのお話し会のところで食べれなくて、結局別の場所移動してから暑い中食べたんだけど、でも美味しかった。ここにココイチどうだろう、あると思う、ないのかな、他の行ったことなくて、本当にただ行ったことがないだけ。ありそうだけどね。どうなんだ、妹ちゃん辛いの食べれる、どうだろう、あんまりさ、いやでも、いやなんだっけ、でも分けますけどね、家族で例えばキムチ鍋しますみたいな時とかは違うやつ。辛いのでもね、たまに家族が辛いなんか、そうお菓子食べてるじゃないですか、辛いお菓子とか食べたら全然平気で食べちゃうから、多分辛いのいけるタイプだと思う。妹ちゃん、おでん、おでんいいね。それこそこの前ハッツが福岡に来た時に一緒に博多の屋台に行ったんですよ、行きたいって言ってたから。私も何気に屋台にご飯食べに行くことが初めてだったんですよ。なかったのこれまで。まあでもそう言っておでんとか食べましたね。いい、なんか大人になった気分だった。最高でした。いえ、やたいよかった。そう、ママのお手伝いしてうちのキッチンに立ってました。気が合いそうな気が合いそうでしたね。もうこれからうちの家族にハッツが、なんだろう、そうひょいって遊びに来てももう超馴染んでたの、すごい馴染んでたの。ハッツの馴染み具合がすごくって嬉しかったですね。すごい楽しんでもらえてて。あ、焼きラーメン食べなかったの、すっごい二人ともお腹いっぱいでさ。でもラーメンは食べたんだけど、普通の豚骨ラーメンめっちゃ美味しくって感動しました、二人で、面白いですよ、吉田家は本当にめちゃめちゃ面白いです。でもハッツの家族も面白いから、ハッツのお家にも行きたいです。早くそうそう、めっちゃ馴染んでたんだよ。妹もハッツのこと大好き。
確かに妹やっぱいるから慣れてるね。キッチンね、うちのキッチンでよく配信してましたね、お菓子作り配信。うちのキッチンはいつも綺麗なんですよ、私の母が私の母が綺麗にしてるので、いつ行っても綺麗なキッチン、素晴らしい、見習いたいですね。私も将来あのような綺麗なキッチンを保てる女性になりたいですバルミューダで踊ってましたね、楽しいんですよあれは、どんだけ経っても。電波悪くないですか？途切れたりしてないかな？大丈夫か？そういえばツイッターにひななさんが撮ってくれたひなしゃを載せてたじゃないですか、インスタにも載せてたけど、もう本当にいい写真が多すぎてね、載せきれないレベルでいっぱいあって、全部載せたい、全部公開したい。次はどの写真を載せようかなって悩み中です。本当にいい写真すぎてすごい、お礼したい、お金払わなくていいですかレベルですよね、あれ。お金払ってないけど大丈夫そうですかってレベルなんですけど、ちょっと何かお礼を今度しようと思います。逆に私も撮りたいですけど、そうめっちゃいい写真いっぱいなんですよ、もう全部家族に送りましたなんかでも本当にアイドルしてる私のあんなに綺麗な写真を撮っていただけることって本当にあんまないから、家宝にします、一生一生大事にします。めっちゃ上手じゃない？なんか本当にすごい。やっぱりさ、メンバーさんが撮るっていうのにもやっぱあれなのかな、すごい。ちょっと私も撮りたい、メンバーの写真をもっと。いや、いっぱい上げていきますね。ツイッター、あのインスタに載せてたのもめっちゃお気に入り。あれ一番お気に入り。ジュンクレの衣装のやつ、確かに印刷しておばあちゃんとかに送ろっかな喜んでくれそう。よし、しゃ、私も撮っていいですかって聞いてみようかな、行った公園見に行って写真 撮りたい。カメラは本当に使ってない、カメラを使いに行きたい、なんか綺麗なところに。結局ねコンサートの裏側とか撮りたいなと思うけど、毎回ねバタバタで撮る暇なんかないんですよね
劇場の裏側とか撮りたいと思うけど、やっぱ出てるとひたすら動いてるから写真撮る暇もなくて、私のカメラはね、まあたまにちょくちょく沖縄行った時とか、それこそあのミッサーがさあ上げてた写真とか私のカメラで撮りました。あの 海の目の前で T シャツ着て撮ってたやつ、多分見たら分かると思うけど、すごいいい写真めっちゃ撮ったんだよ沖縄で。そう、写真旅したい。なんかスマホを持たずにカメラだけ持って旅に出たい。いつかね、いつの日か、そんな日が来た時に。富士山いつか登ってみたいな。確かにメンバー撮るのが一番好きです。人撮るのが一番楽しい。うまく撮れる。やっぱ風景とか難しいから。スクショタイム、もうそろそろなんかな。すごいナチュラルに外羽になってる。アイロンで羽ましたみたいな。めっちゃサラサラなんだけど、シャンプーの力すごい。イエーイ、充電がもうない。ちょうどいい感じになくなってきました。お、すごいピントが。残り 10% 私のスマホの充電。目が眠そう。今日目が死んでる気がする。イエーイ。ピースばっかり、謎のパー。
そう、まつげ、今日まつげ、あ、今日まつげ何もしないわ今日バッチリメイクとか言ってたけど、まつげ何もしてない。まつげパーマの力がすごいですね。じゃーん、おー、いいですね。今日のメイク、目が大きく見えるメイクです。前髪がめちゃくちゃいい感じ超いい感じ、調子いい、前髪の調子いい。今日だってさ、これ何もしないんですよ、この前髪。すごくない？アイロンも何にもせずに朝起きて櫛で解いて、ちょこっとオイルつけて結構してるけど、それでこの前髪、私のこの癖強い前髪がこんなに綺麗に保たれている。めちゃくちゃ調子いいです。髪の毛の調子いい、梅雨なのに。ありがとう最高、最高です。イエイイエイ、暑、なんか暑いな。いや今日は暑いんだけど、あちち、眠い。本当に配信してると眠くなる謎の。でも最近それは画面を見続けているからではないかと思っています。え、めっちゃ髪いいやんもううざいな、もううざいな。熱っ。みんな体調に気をつけてね、本当に。私もですけど、夏バテに気をつけ一言、あの誰が言うとんねんって感じですよね。夏バテに気をつけて、うん、なんかさ、ちょっとで栄養取れる食べ物ってなんだろう。ちょっとで栄養取れる、あ、梅干しな。確かに夏梅干しだよね。梅干し好きだから梅干し食べよう。食べ過ぎない程度に。確かにバナナね、バナナ嫌いなんだよね食べます、食べた方がいいよね。梅酒、梅酒、トマト、トマトも美味しいです。トマトは美味しい。バナナはなるべく食べたくないですね。嫌いってこともないのかな、でもできれば食べたくない進んで絶対食べないです。そうね、きゅうり、きゅうりは食べたって意味なさそうじゃない、だってなさ、あのさ、いや、そうだから別にきゅうりは、きゅうりは嫌いなんだもんきゅうりは美味しくないんだもん。美味しくないことないです、私の舌に合わないだけ、ただそれだけ。美味しくない、美味しいです。きゅうりはちゃんと美味しい食べ物、きゅうりは素晴らしい食材です。水分がたっぷりで夏にぴったり、きゅうりは素晴らしい食材だ。きゅうりを育ててくれてありがとう、きゅうりの農家の方ただ私が小さい頃からもう嫌っててるってだけだ。でも分からないですね、これからきゅうりを好きになるっていうことはあるかもしれませんか。ありえるだよ、だってピーマンとか今大好きなんだけど、ちっちゃい頃大嫌いだったの。ある日キュウリを、あ、キュウリじゃない、ある日ピーマンを食べて、ピーマン美味しいってなって、そっから大好物に逆転したんで、キュウリもまだ未来がある、可能性はある、可能性はあります。これから吉田の大好物にキュウリが加わる可能性は十分にあります。いや、なんてかね、キュウリは素晴らしいです。
夏はキュウリ。冷やしピーマン。冷やしピーマンのあんまり食べたことないですけど、え、冷やしピーマンって何ですか？何、冷やしピーマンいいね。ピーマン好きだからね。キュウリもね、でもね、調理法によったら絶対食べれる気がするんだよ。うん、なんか、うん、ただ冷やしただけのピーマン、ピーマンは美味しいです。ピーマンは素晴らしい。焼肉屋さんで、あのお肉に添えてあるピーマンをひたすら焼いてます、私は。ピーマンとかぼちゃをひたすら育ててます、焼肉屋さんで。ひたすらじっくり育てて焼いてる。ピーマンがいっちゃうまい。本当にね、もう小学生の時のね、夏休みチンジャオロースを初めて食べた時に、ピーマンおいしいってなって、それからね、ひいおばあちゃんに作り方教えてって言ってひたすら作ってましたね。好きすぎて今も大好き。お肉焼いて、お肉は焼かずに、お肉は家族に任せてひたすらに野菜たちを焼いてる吉田です。カレンです。吉カレです。そう、ピーマン育成してます。ひたすらピーマンの肉付け、わかるわ。肉付けじゃない、肉詰め。わかる、大好き。ピーマンすぐ焼け。なんかさ、肉と一緒に野菜って並ぶるやん。でも微妙やん、野菜の焼き加減って。すぐには焼けんし、ちょっと目離しとったら真っ黒焦げになっとるし。だから私はそうならないように、ピーマンとかぼちゃ丸焦げにならないようにひたすらじっくり焼いているんです。チョコピーマン美味しそう。ししとう食べ、ししとう、ししとうってあんま食べる機会なくない？ししとう、ししとうってどこで食べる？あんま食べたことない。ピリ辛？うん、あ、玉ねぎは焼かないですね。玉ねぎは誰かにあげます。玉ねぎ、玉ねぎ、うん。あ、天ぷら、なるほど。そうそう、パプリカはね、私が本当に家族でよく行く焼肉屋さんのサラダにパプリカが入ってるんですけど、サラダは家族で私と父ぐらいしか食べないんですよ。だから、そう、お父様のお皿に半分取り分けて、で残りを私がもうほぼ食べるんですけど、いつもそれなの、他食べないから誰も。だからお父様のお皿に上にパプリカが、パプリカのスライスみたいなのがピピピって乗ってるんですけど、それを全て乗っけまして、一切れも食べないです。そう、全てのパプリカを乗せて、そう、毎回それですね。パプリカってね、わかんない。まあ、すっごい嫌いなわけもないけど、わざ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 食べない、まあできれば食べないでいいかなって感じなので。意味わかんない、なんとなく避けちゃう、いつも避けちゃいます。すっごい嫌いなわけでもないんですけど、なんかね、なんかなんだ、全部あげます。だから文句言うけど結局食べてくれるから
パピーが。だから私は一つも食べません。うん、イエーイ。そうなのよ、ピーマンだけすごく好きな謎に。うわいいね。ご飯の話、相変わらずです。皆さんはこれからご飯ですか？夜ご飯。ご飯食べてください、美味しく。明日は金曜日じゃん、嬉しいね。今日こそはなるべく早く寝るように頑張ります。怖い夢見ないといいな。今日はちょっと昨日はスリリングな夢すぎたので、今日はちょっと平和な、なんかお菓子のお家にいるみたいな、お菓子の国に紛れ込むみたいな平和な夢が見れたらいいなと思いますね。昨日は疲れたので夢で。確かに早起き、確かにね、早起きしたいな。早起きしよう。早起きしてラジオ体操とかメルヘン。確かにちょっと最近食欲ないから、お菓子のお家とか行ったらうってなっちゃうかもしれない気持ち悪くなっちゃう。なんだ、お花畑で動物たちとさダメだダメだ、動物もダメでしたから、なんだろう、なんか楽しい夢、平和な夢。おばあちゃんのお家でスイカを丸かじり、スイカにかぶりつく夢。それでいきましょう選択できたらいいのにね、どういう夢を見るみたいな。ラジオ体操配信懐かしい。多分でもさ、4時とか5時に寝てさ、6時とかに起きたらもうほぼ寝てない。でもそうした方がいいのかな。一旦6時とか7時に起きてみようか。6時はやばいか、7時とかに起きてみようかな。そしたらさすがにもうちょっと早く寝れるかな。どうだよ。あ、報告しますね、覚えてたら。結構夢ってここまで覚えてること珍しいですから、すぐ忘れちゃうか。もし今日見た夢を、今日というか多分明日になると思うけど、見た夢をまた覚えてたら報告会しますね。夢の報告会夢の報告会。これでめちゃくちゃ怖い夢めっちゃ、次はなんか空飛ぶ、でも空飛ぶならまだいいけどね、あのリフトで危ない夢はあれですから。超これで怖い夢見たら面白すぎるけどね。命を狙われるとかさ
いえ、そうそう。夢報告。いや、空飛ぶのはいいね。空飛びたい。テレビで怖いやつって、でも夏だからさ、怖いテレビこれからだよね。階段よし。じゃあもうきっと8時半も過ぎてるでしょうから、終わろうかな。ありがとう。うい。今日もありがとう。明日もきっと配信すると思いますので、きっとですね。きっと元気があれば。きっと。じゃあありがとうよ。ありがとう、おやすみなさい。でもないか、まだ。ありがとうございました。